けば、それにその日によってあのいろんなものをかけて、かけるものをあの変えて食べればまたこう雰囲気が違うしっていう感じですよね。で、私があまりにも濃い味をするもんだから、全くあのお醤油も味噌も何も使わないで、あのちょっときんぴらを作ってくれたりしてるんですよ。だけど結構美味しくて、ちゃんと食べています。はい、だからあのできる範囲であのできるんじゃないかなと本当に男の料理ですよ。あの昔あこの子が高校時代に私に作ってくれてた時と同じだなと思うのは、受験勉強しながらあのストーブのガスの上に鍋が置いてあって、そこにあの私が仕事帰ってくると、今日はシチューだよって言うんですね。そして、まあ、私はお風呂入ってあのこう座ってると、ちゃんとこんな大きなあのお皿にねシチューが出てくるんですよ。それもセッティングだけはちゃんとね出てくる。そしてフォークとナイフがあるんですよ。シチューにフォークとナイフですよ。でよく見ると人参もそのまんま、そのまんまね、じゃがいももそのまんまね、そんなんで、だからフォークとナイフがいるわけですよ。で、今日は肉は1回しか湯がかんかったよって、普通肉は時に食べるときは2回ぐらい湯がいてって言ってるけど、今日は1回だったよって、あ、そうねって、おいでもフォークとナイフで食べるから、雰囲気的には素晴らしいリッチな気分で、で、一物全体主義ですよね。皮も剥かない、だから楽ちん、ボンボンと入れとけばだから、その間勉強しとって、私が帰ってきたら、はい、シチューが出来上がったよ、ちなみに今でもそんな雰囲気だね、なんとなくまあ、あの、手抜きでも何でもできます。他にありませんか？よろしいですか？はい、じゃあ終わってよろしいですか？資料だけちょっと説明して。はい、資料ね。あ、そっち。あ、いや、あの資料、最初に配ったあの資料の最後のところですね、参考文献なんかもありまして、あの、まあ、今日の内容は非常に大雑把だったので、もうね、何が何だかって感じだったと思うんですが、もうちょっと知ってみたいなって方のために書いてます。先ほどあの挨拶していただいた岡部先生の本だとね、もう本当に面白く読めるし、あ、マクロってこういうことなんだなっていうのがいろんな方面から分かるんですね。ですので、あの、ぜひ読んでください。あと、ね、お酒どうすね、お酒が好きな人結構いると思うんですけどね、そのためのお酒好きのためのマクロのレシピ本なんかもあるんですね。あの、おつまみチコツと作ったりとかやろういや、もう中学時代の大酒飲みの友達がいるもんでね、これは言っとかないともうマクロやんないって言いそうだからっていうような感じで、本当にあるんです。スイーツなんかも美味しそうなねのあるし、てかマクロってなんかすごい悲しいね食事じゃないんですよ。本当に面白いので、まあ、勉強もされて理論的にもね、あの、どんどんやっていただきたいというふうに思っています。市販ですね、はい、ただインターネットで探した方がいいかもしれない、あんまりどこでも売ってないかもしれない。あ、そうなんですね、はい、じゃあ終わりたいですね。はい、それじゃあ一応あの終わりたいと思います。あと、ここのこれにですね、あの今日の感想文を書いて、あの後でファックスなり郵送なり、おっぱい百刀番に来てる人はおっぱい百刀番に来られた時にぜひ出してください。あとあと、まだあの未熟ですから、今からの勉強の参考にさせていただきたいと本人が言っておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、長い時間本当にご清聴ありがとうございました。お気をつけて、あの同級生からのプレゼントですね、小中学校の同級生が今日たくさん来てくださってて、まあ、ありがとうございます。嬉しいね。その子はお花が大好きで、もう高校帰ってくるときお店に寄って、お母さんこんな花があったよって買ってきよったんです。今でも私に年に4回は花を送ってくれます。ありがとうございます。それでは、個人面談を希望される方は
いらっしゃいますか。ちょっと手を挙げてください。はい、一人、二人、あと一人ぐらいいいですよ。いいですか。はい、じゃあ、これで一応終わりたいと思います。どうも本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。